ホイサラアサ、ホイサラアサ、ホイサラチホイスラダイナスティとは、11世紀後半から14世紀後半にかけて、南インド、ゲンカルナータカ集中南部のマイソール地方を中心に存在したヒンドゥー王朝、10世紀頃から1346年。首都は、初期にベールール、後にドーラサムドラ、現在は、失踪とされるヌリパカアーマは、マイソール地方。 西ガッツ山脈に住む山間部族の一主長であったと考えられている。十一世紀に平野部に進出し、マイソール地方に侵入してきた長羅町との戦闘は、西、ガンガ町と後期チャールキアーサを助け、後者の風神、諸校となった。ヌリパカーマの息子、ビナヤーリティアも後期チャールキアーサに仕え、カーベリ川上流のマイソールの北西 100km の ドーラサムドラは本拠として、勢力を伸ばした。ビナヤーディティアの孫にあたるビシュヌバルガナの時、強力な王であった後期チャールキアアサのビクラマーディティア六世が、亡くなると、後期チャールキアアサの王位継承争いは、激しくって、ホイサラ家の力はますます強大となり、事実上の独立行動に出るようになった。その力は、チョーラョーからマイソウルの東方のタラカードを奪い、 チャールキアーサの地も併合を試みたほどだった。また、ビシュヌ・バルダナは著名な宗教哲学者であった、ラーマーヌジャに指示してビシュヌ派に改修し、首都に恋されシューバラ寺院などを建設している。ビシュヌ・バルダナの孫バルダーラ二世の時、チャールキアーサは、風神のカラチュリケに、首都のカリアーニを二十数年間も占領されるような状況であった。 コウキチャールキヤーサの聡明シュバラ四世は、やっとのことで1183年、ヤーダバチョウの攻撃で弱まったカラチュリケからカリアーニを、奪還して即位した。だが、間もなく自らもヤーダバチョウの攻撃を受けて、難戦せざるを得なかった。バルダーラ二世はこれを機に、1189年に、コウキチャールキヤーサの聡明シュバラ四世を滅ぼした。また、 バッラーラ二世は勢いに乗るヤーダバチのビル・タマ五世を破って撃退、ヤーダバチのカーベリ・カワカミリュへの南進を阻止し、ヤーダバチが奪ったチャールキア領の南半分を獲得した。ここに後期チャールキア朝の半島は北西部はヤーダバ朝、南西部はホイサラ朝、東側は東方のゲンアンドラプラデーシュ州はランガルを本拠とするカーカティーア朝によって分割された。 13世紀、蝶羅町とパーンディア町の構想の激化に伴い、バッラーラ二世の息子ナラシンハ二世は、蝶羅町と同盟し、カーベーリ川下流域のタミル地方に進出するようになった。13世紀中頃、ナラシンハ二世の息子総名シュバラは、自治のラーマナータと共に、蝶羅町の中心地たるシュリーランガムに近いカーベーリ、川下流北岸のカンナルールを本拠として、 侵入してくる、パーンディア朝サ、カーカティーアーサと戦った。そのため、首都のドーラサムドラは、長子の奈良神波三世に任せきりになり、ホイサラ朝サは二つの中心を持ち、南北に二分されることとなった。このことは、後の多い継承争いを引き起こすこととなった。1264年の聡明シュバラの死後、奈良神波三世とラーマナータは、互いに反目したため、 南北に分かれた、ドーラサムドラとカンナヌールとの争いが発生し、その間にヤーダバチョウやカーカティーヤサ、パーンディアサの攻撃もあった。だが、1300年前後に、ナラシンハ三世の息子バンラーラ三世が、カンナヌールのビシュバナータを滅ぼし、南北に分かれた王国を再統一した。しかし、当時の北、インドでは強力なハルジーチョが起こり、 スルターンのアラーウッディーン・ハルジーは、名称マリク・カーフールに、南方遠征を行わせた。彼は1307年にヤーダバ町の首都、デーバギリを落とし、その後、1309年にカーフールは、カーカティー・アーサの首都はランガルを落とした後、1310年、1311年2月とも、には、ホイサラ・朝ーサの首都、ラサムドラも落とした。バラーラ三世は和議を結び、 莫大な財宝を再出しただけではなく、毎年の功能にも応じた。ホイサラ・朝は1320年に、ハルジ朝が滅亡すると一時独立したものの、1323年に、トゥグルク朝のウルグハーンに遠征軍がやってくると、ワランガルとマドライを落とし、再服従させられた。とはいえ、ホイサラ・朝は、屈従を強いられながらも過労じて独立を保ち、 一定の勢力を維持し続けた。1334年以降、トゥグルク朝に対して各地で起きた反乱に高応したが、その過程でできたビジャヤナガル王国とは敵対した。だが、バラーラ三世は1334年にトゥグルク朝から独立した南方のマドライスルターン、朝との激しい抗争の末、1342年にカンナルールでのマドライ軍との戦いに敗れて戦死して、 50年に渡る長い治世を終えた。その後、このバラーラ4世も数年間抵抗を続けるが、1346年にビジャヤナガル王国との戦いで戦死し、ホイサラアサは滅亡した。ホイサラアサの歴史は、秘文の解読によって王を補佐する交換である、マハープラダーナ、地方長官と推察されるダンダナーヤカのほか、サルバーディカーリ、 セーナーパティなどの感触もしくは称号があったことが分かってはいるが、統治機構がどのようなものであったかまでは分かっていない。なお、ホイサラ朝時代は壁面に細かなレリーフを施して平面プランは張り出し部をジグザグ状に持っているために星型になる三つの制堂が一組になる独特なホイサラ様式の寺院が建てられ、ホイサラ型建築。主として、 ビシュヌバルダナが、首都ドーラサムドラに建てたや、ホイサレシューバラ寺院よりやや古いと思われる首都のやや、南西に位置するベールールに建てられたが、さらに南西のカーベリ川中流域のソーマナータプラに建てられたが挙げられる。聖堂の屋根の平面プランは、基部に合わせた星型であるが横から見ると、釣り金状である。寺院の基部には、最下部に、像王の列、その上に、 馬の列、神話的な動物たち、唐草模様、神話的な場面がところしと細かく彫り込まれている。記述なしの君主は上に記された君主の子である。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。